はい、まあ今日はまあストーリーの方まあ見ていこうと思います。はい、おとといから3日間まあ滋賀県の方に泊まってまして、はい、ものすごい腹痛に襲われながらもね、はい、無事3日間滋賀と京都でまあ過ごすことができましたと。まあメインはね滋賀県に泊まったんですけど、まあ2日目はまあ京都でねもういろいろぶらりぶらりして滋賀県に戻って、で今日滋賀県からまあ埼玉まで戻ってきました。はい、ちょっと今もねちょっとお腹がめっちゃくそ痛いんですけど、はい、今日は立花さんが誕生日だっていうことで見ていこうと思います。まあ今日はねちょっと今日の動画はちょっと多めにいつもよりも、うん、はい、見ていきます。荷物なんか誕生日プレゼントでね。そうやな。ああじゃあ多分誕生日プレゼントだね。菓子箱が2つこれお兄さんが準備したの？この箱じゃあ届いた言わなくてもこれ自分のだからはいでいいんじゃないのうん、あ代理やったんね。ああなるほどね。ああそうだね。今日で、はい、うん、一応お盆休みの生まれだったんだねああなるほどねまあそりゃそうやろまあ部長としてみんなを支えてるわけですからお誕生日にせんべいって聞いたことないな。おう、うん、みんな祝ってくれてるよ。ああ嬉しそうで何よりなあ、みんなで食べるってこと？いや自分の誕生日プレゼントやろ。でも結構な量入ってるのかな、そういうってことはああなるほどね。ああさっき銀さんが出てたことか。なるほどねじゃあみんなでね。まあみんなだからね うん？ん？どうしたん？どうした？あ、やばいじゃんああなるほどね。なんか見つけた人に配ってくスタイル。お？いやいやいや、よく思いつくな。もう本当に中学生ですかってくらいめっちゃ思いつくよね。いや、笑ってるところじゃないから。なんで自分のダジャレで笑うんだよ。ダビデ！笑ってるところじゃないでしょ。ちゃんと受けてるし。なるほどねああ
うん、うん、何号室、何号室には向かってんの。あった、富士。ああ、あー、あー、多分そうだね。あの富士山の部屋はもう不動明でいないからね。立会から雪村さん、四天王寺から白石さんでしょ。で三人だもんね。あ、え、もうみんな泣いてる。うん、うん、うん、言ってくれるかな、おめでとうって。なあ、あ、うん、あ、さっき言ってたやつね。へえ、おめでとうございますって。いや、そんな申し訳なさそうにしなくてもいいんじゃないのかな。いや、うん、確かに後でしてる方がなんか申し訳ないような気はするからな。うん、うん、最初はねもうそう思ったわ。でもなんか配る用がありますとか言ってたから、多分それでみんなに配ってんだよ。え、いや、いたいた。え、でも何のためにさっきまで急いでたんだろう。ああ、いや、多分お楽しみにしといた方がいいと思う。そこで止めといた方がいいと思う。なんかのさ、開催しますとかだったらさ、ネタバレになっちゃうじゃん。あ、うん、まあそうなるよね。まあサプライズってことか。だからワーワーしてたのか。でも喜んでくれるならさ、何でもいいと思うよ。いや、全然変くないよ。何、どうした、みんなで黙り込んで。ああ、ちゃんと喜んでくれてるじゃん。で、この花は多分部屋に飾るのかな。へえ。龍馬さんも見てたんだ。ああ、なんだよ。何、じゃあ花の種類に悩んだってこと？それ、うん、いや、そこでやや言わないでくんねえかな。やれやれ、うん、うん、ちとせ、ちとせさん、あの実はねっていう感じなんだけど。うん、あ、いや、配るよう、配るようとか言ってなかったっけ。あ、
ああ確かになんかめっちゃ適当じゃん。もうちょっと心込めろや。まあな。おい。おお、頑張るね、誕生日に。了解っす。あ、改めて。ああ。これで、はい、終わりですね。おお、結構。ということで、はい。今日は終わりにいたします。いつもよりストーリー結構多めに見たのですが、はい、うわやばいな。はい、チャンネル登録と高評価まとめてよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。